お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねトラギやっていくんですが、その前にねグローバル大会が来ていましたので、そちらのね、ご報告だけ、結果報告だけしたいなと思います。はい、というわけで結果はですねこちら、ダブルエリクサー大会だったんですが、今回ね世界5位と、いうわけで、せっかくならというか、やっぱ1位をね目指してたので、ちょっとね悔しい結果ではあるんですが、一桁取れたのはね、いいことなんじゃないかなと思います。で今回5位を取ったことによって、なんとねこちら何とも言えない全部5になっちゃいましたね。グローバル大会557だったんですよ。そう、557で今回5位取ったので555にね、なりましたと。いうわけでちょっと次からねしっかり1位から4位取ってバッチのね順位更新できればなと思います。で僕こういうねマジでダブルエリクサー大会とかトリプルエリクサーとか、サドンデスとか、結構ねクラロアの特殊モードの大会結構強いんですよね。よくそういうのでバッチ稼いでて、なんですけど、ちゃんとね、普通の通常モードのクラロワも、一度だけね、世界一取ったことがあるので、ちゃんとね、そこそこはできるんやでっていうのは、ダブルエリクサーだけじゃねえんやでっていうのはね、ちょっと分かってもらえたらいいかなと思います。で、デッキはね、基本的にはこの巨スケ、スケラ、ヤナアメフリーズをずっと使ってたんですけども、途中ね、ラバに負けたから、このラバ同じ人相手と連続で当たりやすいんですよ、グローバル大会なので。この人当たり読みでファイブ雪玉で、そうこのラバだけは絶対潰すと思って行ったら、全然違うデッキだけど、たまたまファイブ雪玉が刺さるみたいな相手来たりとか、そんなことしたり、いろいろね、デッキ変えながらとかで、なんとかいけましたで、僕キョスケをずっと使ってたんですけど、今キョスケねめちゃくちゃ強いんですけども、やっぱ弱点はね親衛隊というわけで、やっぱ親衛隊にねたくさん駆られちゃいましたねと。というわけでちょっとねシーズンの終盤なのでトラゲやっていきたいなと思います。はい、というわけでトラゲやっていくんですけども、今日はねこちらの迫撃浪服やっていきたいなと思います。多分前に一回ね動画出したデッキだと思うんですけども、ロイフグって基本的にやっぱボムタワーに、勝てないです。高回転のボムタワーデッキに高回転ロイフグだと勝てないです。メガナイトだったりペッカとかロイフグの、別にこうめちゃくちゃね、攻めれるユニットがいると、話は違うんですけども、基本的に高回転ロイフグは高回転ボムにもう理論上勝てません。もう相手がどんだけ芝ファイブを芝ボムタワー、煽りプレイ、事故っても勝てないぐらいきついんですけども、これはね迫撃砲で攻めたり、あとはムートでね、攻めたり、そしてクエイクもあるので、こう迫撃ムートで攻めて、ボムタワーを使わして、ロイフグを飛ばすっていうことができる、高回転ボムタワーにも戦えるね、ロイフグデッキというわけで、結構ねマルチ上位でもボムタワー多い中で意外とね使われてるので、もうね革命的な強さがねあります。このねムートが強いですね。ロイフグが通らなくてもここでねプレッシャーをかけていくことができます。というわけです。今回でナイト、そうですね、ナイト、ヤリゴブいましたね。ウォールブレーカーかただのディガーデッキか、迫撃スケラの可能性もないことはないですね。そういったわけでスケラかウォールブレーカーかディガー削りか、そんな感じで見ていいと思います。ムート、そうですね。まだわかんないですけど、スケラの可能性は結構ありそうですが、さ、スケルトンラッシュ。ハンターいるんですけど、槍を出しとけば、よりね、めちゃくちゃいい防衛になりそうですね。で、今回今相手は結構コスト使ったロイフグでもよかった気もしますが、これは普通にきつそう。さあ、クエイク打っていきます。さまないと、いやここハンター連盟するかムート連盟するか悩むな。いやこれ絶対延命してよかったっすね今。マジでもったいないっすね。いやもったいねー、相手もそんなコストあるわけじゃなかったと思うんですよ。で僕が今ロイフグを飛ばすと、ムート許容かファイボ防衛の2択だと思うので、右側ね攻めてカウンター来るの嫌なので、左側にねちょっとこんな感じで攻めていきます。で雪玉でしたね。
そう、これが僕槍ゴブリンに撃たれるのが結構嫌ですが、まあまあまあ、いや思ったより入りますね。ありがたい、ありがたいダメージで、多分僕のね攻め迫撃が多分相手はね結構きついんですよ。こう迫撃でね受けれない、あのムートがあるサイクルだったらいいんですけど、今相手がねちょうどムートないサイクルなんで、いやこれがねしかも強いで、ここで豚飛ばしてあげてね。で、あのちょっとムートが壊れたらさ横移動しちゃうんですよねこれこれこれ遊んでんなあいつ。まあでもまあまあ、ここでちょっと蓋して、でムートがあの壊れたらね施設扱いになってずれちゃうんで、今ここにね置いてますずっと。さあ、まあ、こんな感じでねムートでちょっとプレッシャーをねかけていきたい。で、いやーこれ攻めたいっすよね。やっぱ迫撃ローヨグで攻めて防衛迫撃使ってもくれても嬉しいし、あ一体が逃げる。さあムートで抜いていきます。でナイト裂いたらこの受けシンプルにきついと思います。ムートぐらいしかないからのムート、うん、そうですね。さあそうそう、でムートがここで壊せれたら、迫撃砲でもね攻めれます。オッケーオッケー。いや流れめっちゃいいな。からの相手なんかあれっすね、ファイボじゃないのかな、なんかそういうファイボというか打ってきても良さそうなのに全然打ってこないです。さあ延命する、ムート最強なんでねマジで。いやーでここは一旦ステイでいいかな。ムートが邪魔ですよね。いやでもめっちゃいいペース、これ壊しちゃおう。あでこれしかも、あーそれはなかなかいいハンター。いやータゲ取れてる、タゲ取れてるし、このムートでもタゲ取るし延命してる。いやめっちゃいい、いや強い。で槍で溶かしつつ、このムートはねムートが壊してくれそうなんだな。いやめっちゃいい雪玉。でもこれちょっとクエイクでちょっとペース変わりそうっすね。さあまあまあ壊して一回守りましょうか。これちょっと延命したいっすよね。でここ今相手めっちゃ使ったっすよ、これ絶対きついっすね。いや相手雪玉となんか何なんすかね、こう使われてもいいようなカードが全然出てこないんで。さあこれちょっと一回クエイク防衛します。でムートあれば守れると思うんですよね。あ矢なめ、そうですね、矢行きだからずっときつそうにしてた説があるんですけど、いや勝ちてえな。矢行きは牢獄結構相性いいと思いますね。さああと10秒ですね、10秒だから相手はもうスケラ打つしかなくて、まあ、これをね耐えれば勝ちかな。オーブデイ、オッケー。さあグッドゲームというわけで、まあ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 、相手がねこれ5だったらもうちょっと変わってたかもしれないんですけど、まあでも、まあ、なんとかなりそうな気もしないこともないというわけで、あのねこの前これ話したっけ、多分話してないと思うんですけど、この前なんと配信中かな、そうミルタムっていうアプリでよく配信してるんですけど、その配信中に世界最強ムギッタンとね、激突しました、マッチングしまして、お見事、僕珍しく勝ちました。もう多分ね皆さん見たことないかもしれない、僕がムギッタンに勝つところ、あのね多分 YouTube で紹介したことがないんですよ。なんか BO3 系をした時もよく負けてますし、で勝ったことないかな今んとこ。であとあれですね、普通にマルチでムギッタンと遭遇しました動画を今まで5、6回ぐらいね、あげたことがあるんですよ。あんならもっとあるかもしれないんですけど、でも、多分、1回もね、勝ったことなかったと思うんですよ。そう、マジで。いつも勝てないんですよ、そう。で、今回、なんと YouTube を撮ってない時にね、普通に配信中に、まあ、配信はしてたんですけど、そう、当たって、勝っちゃうっていうね。せめて、YouTube、YouTube 撮ってる時にさ、来てくんないかなっていうね、YouTube にちょっと残したいですよね。あ、ムギッタに勝ってるすげえじゃんっていうのをちょっとやっぱ少しやね、みんなに思われたい欲がね、僕もあるので、そう、ちょっとね、今日の目標は、ムギッタとマルチで当たって、ムギッタからトロフィー、45数っていう。ね、それが理想です。ムギッタ今ね、トロもう7、8とか、7、9のね、世界に行っちゃってるので、僕がね
めちゃくちゃ追い上げて、すごいもうトロ200上の麦ったんと遭遇して、もうね、神的勝利を、奇跡的勝利をできたら最高だなって思ってはいます。できるとは言ってないですねさあ、そういうわけで今回ね、相手クロスはね、多分神相性な気がします。うん、神相性ですよね。だって迫撃とムートとクエイクあって、まああの相手の方がやっぱ回転が早いので、こういったところでちょっとずつね、2周目、次のクロスで、今僕は迫撃もムートもクエイクも使っちゃったんですよ。そしたら相手からしたらもうね、スケとかアイスピとかで回して、うん、次のね、クロス止めれんだろっていうのが、まあ、来る可能性があります。で僕はそれを防ぐために、防衛迫撃置いとけば、まあ、なんとかなるんじゃないかなっていう。うわ、え、ドヤンじゃない？ちょっと待って待って待って、ロイホグ俺あるよ、知ってんのかな。すごいですね。いや僕もなんかびっくり、そんな戦い方する人いるんだ、テスラ。ああ、いやここでロイホグ飛ばしたかったな。でもこれさ、ロイホグ行けたら結構熱くね。多分ムートでルート強制されるんですよ、豚が。でテスラに何体か寄らないみたいな。いや寄るなよ。いや防衛うめえな、全然入んねえ、全然入んねえ。まあ、ちょっとやばいよ、さすがにね、笑えないっすねこれは。いやこれ絶対相性いいと思うんだけどな。延命して相手も延命してきますね、このクロス。さすがに、いやすごい、なんか独特な戦法されるんだよな、さっきから。あ、S 届かないんだ、ちょっと待って、これやばい、ファイブ取れるかも。さあ、いやーなんか相手のクロスが俺の、うわーうまい。あー、これですね、ファイブ削りで持っていかれるやつですね。さあ、こっからは相手に盛られて、同サイドだとあのウッドとかね、そういういろいろねやられちゃうので逆再生ます。でこれもファイボかな、そんな気がしますよね。で今ファイボもテスラも使ってるので、これ結構あっちあっち。さあからのファイボが回る。いやでもむ、いやー、いやこの LSP マジで嫌だ。いやでも全然流れはいい、ムート立ってるのこれ結構良くない相手からしたらマジ邪魔じゃないですかこれ。いやーあっちはそこもちょっと思ったんすよね。いやあっち打って、あっちに打ったら熱い。ん？俺の迫撃サボりか、全然活躍しねえじゃん。これさ、かぶった、いやめっちゃ熱くね、激熱すぎん。いやしかもこれだけで守れそう。いや相手突破しに来る、オッケーオッケーオッケー。いや、いいね。いや、殴りはめっちゃいい。いい、でかいでかいでかい。いや、痛い痛い痛い、クロス、そのミリンばっか入るんすよね、マジ。相手はテスラを使いたくない。いや、これ、防衛ファイブか。いやー、テスラうめえな。ウッドをどこに使う？いや、これ、ムートだけ取ってるからいいね。よしよし、ムート働け？いいね、迫撃砲。からの、これで？いやー、相手のスキルが絶妙なんだよな、マジ。この8枚ムート最強っすね。僕はまああの20秒なので、積極的にね、行きたいっていうのがありますね。うん。でもクエイクで削っちゃって、さあ攻めつつ守りつつ、そう、ローフグでね、いい感じに竹取りながら、これはもう僕守れば勝ちなので、ムート置いて、オッケー。危ねえ、なんか相手のさ、途中の高めクロスとかいろいろ怖かったっすよね。まあさすがに、クロスは負けたらダメだと思いますね。まあですが、あんな感じで、マジでこう、防衛テスラと、まあ、ファイブ削りはわかんないですけど、だからもうウッド削りとか、あの途中のね、LSP、もうバレないような、あの LSP 削りとかを、なんかずっとね、こう、ちまちまされて、タイブレイクで負けるっていうのは、なんかよくあるというか、クロスの使い、なんか上手い人がよくやるね、勝ち方。な気がしますね。ほんで守って、守ってる最中の、ウッドと、LSP 削り。そうなんで、クロスアイのを使ってる方はもうね、本当に守って、逆に相手がねこうためにああもう攻めちゃおうと思ってめちゃくちゃ攻めてくる時とかあるので、そのタイミングをあれちょっと気抜いたんじゃねって見抜いて、攻めクロスチャキってね、ロックスでチャキって、もうかすり傷与えて逃げ切るみたいなことも
ありますね。マジでそう、なんかクロス使いはね、何がうまいって防衛がうまいんですよね。そう、おお、初め来た、本物のクロス使い来たな。最近、はじめ、なんか、クロスよりはなんかもうオールブレーカーとかの方がイメージありますね。さあ、もしかしたらミラー対決も、ないことはなさそうですけど。お、ザップ、ペッカバルーンだ。いや、わかんないわかんない。え、なんか、ペッカバルーンのイメージがすげえあるんですよね。個人的に。ザップ。うん、あ、ウォールブレーカーのウッドザップ型っすね。ということは、まあ、ボムがあるけど、ムートとかきつそう。僕は、多分コウモリがいるんですけど、コウモリがいた際に、やりゴブにザップ打たれたら、コウモリ無双されるんで、それがきついっすね。まあ、それぐらいかな。なんで、相手のコウモリだけ気をつけていきたい。あ全然当たんねえんだけど、俺の言ってること。ウッドザップペッカか。いや、すごいな。まあ、ロイジャイにもちょっと戦えそうだし、みたいな。まあ、バルーンか、ウォールブレイカーとかじゃない。あ、ロイっすね。さあ、ちょ、トリトン警戒してましたね。トリトン、うっ、オッケー。あーちゃ、いや、なんか、すんごいデッキ使ってんな。ね。でもこれ、ウッドザップだったら、これ結構きついっすけどね。ファイボ？あー、なんか、ありそうな気しましたよね、今。香ってましたよね、なんか。うわ、すごいな。多分、初め式。サンスペ。ペッカ、ペックロイ。あ、なんか TV 乗ってたな。テスラいたんじゃね？まあまあ、これは、意外とそこまで相性悪いこともなそう。防衛吐き息が強いですよね。そうそうそう。まあ、僕はちょっとペッカ受けがだるいのと、ロイフが通りにくいんですけど。さあ。で、ここで多分、ロイの前に、ハシマエペッカとかが来るんですかね。まあ、防白で耐えたいところではある。で、あの、迫撃の位置、ちょっとあの、際どいかもしれないんですけど、許してください。何それっていう。その位置新しいっすね。ちょっと、あ、うま。さすがにうまい。いや、でも、オッケーオッケー。迫撃置いてると、基本的に通んないと思うんだけど。いや、で、これでペッカ受けの可能性もないこともないか。さあ、うん、いや、これロイ間に合うかな。あー、スケか、スケめっちゃいいな。さあ、まあまあまあ、まあ、いや、これペッカー2体目とか来たらやばいっすよね。ちょっとトリトンとかがないんすね。ちょっと安っすよね。で、左側共用できます。こっちは共用できないと。いやー、ちょっと攻めすぎか。おー、まあまあ、ファイボーを使ってくれるならまだ。またテスラクエク削りもありますね、僕は。さあ、これ守ります。もう僕は、ここだけ守れば。全然いいです。あと、迫撃どこに置くかっすよね。ファイブ打たれるの嫌だな。左側はまあロイ来ますよね。ペッカを通そうとしてんのかな。なんか怖いっすよね、なんか。いやー、はじめ、なんかペッカうまいんすよね。よくペッカ使ってるイメージありますね。そう。なるクロスより、ペッカの方がうめえんじゃないかって。それはそれで失礼か。どうなんだ。そう。読んでくる。いやー、これ、かわしたのでかいっすね。ペッカ来る。で、僕はもうこれ攻める必要ないっすね。なんなら守れば勝ちなんで。なんだ、こういうところでね、陸受け温存の相手にね、スペル使わせます。いやー、いいクエイク。いやー、熱い。豚？次のもうちょっとのスペル圏内だと思うんですね。雰囲気。いや、落ちねえか、もしかして。一応守る。いや、落ちそう。いや、クエイク最高回すか。いや、落ちそうだな。オッケーオッケーオッケー。さあ、これ、勝てるのでかいですね。まあ、なんか。回しにくそう。
すごい重たいからめちゃくちゃ回しにくそうなんだけどな、これやばくないですかね、対空っていうか手札がもうね、テスラファイボットザップとかになるんで、まあ、これはなんかもう高回転とかバカうまいね、あの本当にハジメとか麦とかそういう人じゃないとすごい使いにくそうなね、デッキですと。というわけでちょっともう一周行くか。いやいいね、このロイフグ結構いいっすよね。ムーとかね、まあとりあえず強いんですよ。ハンターももう次のねバランス調整でハンターかほうムーとかほうなんで、もうここ2枚ともね加砲されて、まあちょっと使えなくなると思うんで、最後にねこのデッキでいやマルチ上位取りたいですね。さあ来たヤーソン26使いですね、よろしく。まあこれもホグロフグクエイクやればいいけど、相手がファイボーいるの、ファイボーあるぐらいかな。アイスピーサーはやりゴブでこの受け方するのよくねえのかな。まあウッドで行かれるからいいか。さあ相手のホグをどう守っていくかっていう、ここを攻め吐くのがいいかな。まあいいや、ブタセパでボムだと思うんですよ。ボムじゃない、ファイボーか、大砲で受けてくると思ってましたね。まあまあで26、まあ、ファイボー使ったらこのムートとかきついよねって感じなんですけど、相手のホグ行きが僕は厄介ですね。毎回一発入っちゃうから、まあ、防衛でウッドぐらい使っててもなんか耐えたいというか、なんかそんな気はしますよね。いやーやだなこれ、アイゴルで抑えられちゃいそう。これ逆サイだったかな、大砲とかで終わる。まあ、ファイブを使ってくれたら使ってくれたでいいか。おお、正面から来るんですね。え、壊す用の、はいはい。まあ、26とあんまやることがないので立ち回りがちょっとね確立してないんですけど、まあこれが迫撃砲かファイブかっていう、うん、あんまなんか芝生へ行く、あー的なのにしたくないんですよね。うわー完封か。さあ、ハンターウッドで耐えたいですね。まあ攻めウッドとかいつか攻めファイブが来ると思うんですけど。いや、ウッド使っちゃったやんけ。バカバカバカ。まあ、迫撃で受けてね。さあ、相手のマスケも早いですね。この迫撃を早めに溶かしつつの、いやらしいマスケ。やりごばれ頑張れねえかな、もしかして。うん、さあまあいやーいい、これムート、いやムート絶対来るよな今思いましたね。さあこの迫撃うざそう、これ大砲来る、いやー来ねえか、いや壊せ壊せ、いやスケとかやれ、いやこの大砲めっちゃいいな。いやでも相手受けうまいっすよね。でこれマスキが、いやーバカ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 、何やってんの何やってんの。いやなんかユニットが全然なんか思う通り動いてくれなすぎてさそんなことあるっていう。いや迫撃取っときたいかな。いやまあファイボ削りされんこともないけど、そしたらムート系残るんでね、ここにファイボとか使わせたいっすよね。いや相手のあのマスキやだな、相手回してますよね。おお、ずれてる、相手なんかちょっとミスがありますね。これ一発も入らんのじゃね、お、でっか、いやバカでかいっすね。相手が結構ミスしてる。僕のこの程よい芋加減もいいのか、高めムート出そう。なんならあれ勝ちたいよな。いや熱い、いやーそれうまい。いやでもこれ全て受けないといけない相手。いやー発撃入ってるけどだな、ファイブか。いやもう完全ファイブボーイですね。いやいい許容されてる、しかも両サイあるな。あそっちか、ふっ、いやーでもいい、まあまあいい受けしてる。いらねえか。いや、アイゴレかな、アイゴレかな、スケ。スケからのか。うん。いや、順番逆。ちょっとクエックする。やべ、やべ。ちょっと、一発入っちゃう。いて。攻め役から
今ファイブ使ったな。でもさ、クエクって、いやーうめえぞ防衛が。ここの、いや入る入る入る、いや豚でいけないっす。僕もあれ、これで相手5打ったらね、ローホグあれするだけなんでね、もう一周いきますね。いやうますぎ、いやうますぎ、やばい、いやそのファイブうまい。いやムート事故る、いやムートワンチャン事故る。いや来た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 、でかい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 。いや待って、それで負けてんの、やばい。え、うわマジか、うわー今相手のファイボーうまかったな、マジか。いやこれはあそこ左で反対一発殴っとけば、一発殴っとけばだけど、一発も殴らずファイブウッドでやられましたね。さすがにこれはちょっと相手がうまかったっすね。分かっていたけど打ってくれなかったな、ハンターの信頼が足りなかったっすね。悔しいですね。はい、まあそういうわけで、このねクイックロフグめちゃめちゃ強いので、ぜひ皆さん使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。